はい、チバヌのみな、おはようございます。おはよう、チバヌのみんな。みんなのチボだよ。今日も元気に、Detroit Become Human! やっていこうねやっていくよ、コンティニューしましょうね。黒い、今日も綺麗だ。元と違って。昨日よりも今日の方が綺麗だねっていうことないけど、それはそれで毎日変わらず同じ美しさある、変わらないっていうの私すごく安心感ありますので、クロエのこの綺麗なものが保たれているのすごく安心して綺麗だなって、そこ変わらない綺麗さに安心感あります。綺麗だなって思います。コンティニューしていきましょうね。前回はマーカスがなんか強盗に入ろうとかこういう計画しましたね、ジェリコで。次はどんな物語が待ってるんでしょうか。ジェリコで何でしたっけ、サイバーライフの倉庫に押し入るぜっていう感じでしたよね。あの物資とか、あれですよね、壊れたユニット、みんなの壊れたユニットとか、アンドロイドの、エネルギー源である、シリウムなどが足りないから、押し入って取ってこようっていう話でしたね。ジェリコのみんなの未来のためにも。大丈夫？カラとアリスの話ですね。きっと助けてくれる。これどこに向かってるかというと、あのトドの家から逃げた時に、今日どこかで野宿するみたいな話になった時、アンドロイド、一人のアンドロイドが困るぞっていう情報を渡してくれましたね。そこに来たですよ。そこじゃ遠すぎる、今晩泊まるところが欲しいのって、訴えた時にはもういなかった。お化けみたいで怖かった。あーっていうか、ここもお化け屋敷みたいで怖いね。なんでしょうかね、バイオハザードみたいじゃないですか。アクションしちゃった。そうだよね、雨当たってると寒いよね、寒たいよね、ごめんね。ここまで行こう。あー、バイオハザードだよね、これ。バイオハザードの無印でね。あー、すごい面白い。予感、不気味な予感。こんにちは。出てくれません。出てくれない、不安です。もう一回鳴らしてみましょうか。出てくれますかね、この人。本当に私の救いになってくれますか。予感の手入れ知られてない。あ、ずらとこ。何の用だ。ずらとこも。太った白人のおじちゃん。何の話かわからん。さあ帰ってくれ。まあそれが普通ですね。お願い助けて。なんでアリス見てうん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 ってしたですかね。入れ。ペドロフィリアとかだったらちょっと困りますけど、どうなんでしょうか。その場合、カラはアリスを命がけで守ることになります。外観は汚かったけど内装はちょっと片付いてますね。綺麗ですね、この壁紙。いい感じですね。いいな、この壁紙。うちもこの壁紙にしたいな。でもちょっとうるさすぎるかな。こういう豪華絢爛な場所に春にはちょうどいいけど、自室の壁紙とかにこれ貼るとちょっとうるさいかもしれないかな。ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。ルーサー誰？あ、ルーサー、はい。ルーサー、大丈夫だよ。ルーサー、アンドロイド。ルーサー、ちょっと大柄ですね。大柄だからちょっと怖かった。大柄だから怖かったっていうのもちょっと失礼な話にはなってしまいますが、でも
ごめんね、ごめんね、見た目で判断して。くつろぐといい。でもルーサー、近づいてくるときにちょっと何かことをお預かりしますねとか、そういうお話ししてくれてもいいんじゃないでしょうか。アンドロイドが助けてくれるかもって。そうなんですよ、なんかいきなり声かけられて情報渡されました。カラー、もうちょっとシャツの前ボタン閉めようよ。変異体か。あ、でもすごいですよね、AI が、ロボットがシャツのボタン止められるってすごくないですか。今のロボット技術ではロボットが、安全な場所に行きたいのか、シャツのボタン閉めるとか、繊細な行為することきっと不可能と思います。景色もいいし、私はロボット技術の発展にあまり詳しくないので、どんなことができるかとか知りませんけど、まああれですよね、ハンドモジュールの機械があって、自由自在に指とか手のひらを動かせる、ロボットができたというのは聞いたことがありますね。あとはあれですね、ちょっと脊椎な話になりますが、遠隔でキスができるような機械ができたとか、唇を模したスリコン型のロボット、機械にキスすると、ペアリングされたキスのもう片方の方ですねに伝わって、唇の感覚が伝わって、まるで本物でキスしてるような感じになるみたいな、やる人とかにはちょっといいシステムかもしれませんね。そういうなんか一般庶民が知ってるようなくらいのロボットの知識しかないですね。ここにも5本がいっぱい並んでますね。本読む人なんですね。ルーサーずっとそこにいる。ずらとこについていくしかない。あ、見てください。誰？これずらとこでしょうか？ずらとこには見えないですよね。なんで誰が、どの肖像がなんでここに飾ってあるでしょうか？あ、ダチョウさんですね。ダチョウさん、いいお召し物してますね。綺麗ですよ。あなた綺麗よ。すごく綺麗。なんでここの人たちいっぱい、白星とか飾るでしょうかね。白星飾るのってステータスの一部とかなんでしょうか。まあ、いやずらとこについていきましょうか。あ、さっきの、玄関ホールと打って変わってちょっと怖い地下室、コンクリート打ちっぱなしとかになってきました。私ここ嫌い。私もここ嫌い。ちょっと良くないことが起こる。不気味ですよね。そうね。心配しないで、私がいるわ。トラッカーを外してもらえればカナダでやり直せるの。そうだ、トラッカーの話とかしてましたっけ。私がくちゃべてて全然聞いてませんでしたね。アンドロイドには個別識別用のトラッカーがついてる。それを外さないとどこに逃げても見つかるよということで、トラッカー外そうってことでしたね。トラッカー外す手術中、なんかすごく嫌なとこじゃないですか、ここ。怖い。ルーサーついてきてる。ルーサー壁になってるね。いえ、私たちを阻むような、なんかこれ檻とかじゃないですか。地下牢みたいですごく怖い。煙っぽいし埃っぽいし、嫌だな。あ、嫌だな。絶対バイオハザードだよこんなの。絶対バイオハザードだよこんなの。絶対バイオハザードだよこんなの。ね、絶対バイオハザードだと思わない、ルーサー。絶対バイオハザードだよね。
すごい。すごい大胸筋。大胸筋サポーターが必要なほどの大胸筋してる。怖い。ルーサーついてくるね。ルーサーついてくるの見て。見た、今影動いた。ルーサーついてきてる。ルーサーはどういうアンドロイドなんだろう。ルーサーは変異体なのかな。変異体じゃないのかな。ルーサーがずっとついてきて、私たちの退路を立てるように立てる。怖い。怖いね。アリス怖がらないで。アリスは上で待たせててもよかったじゃないかな。でも、目離したくない気持ちもある。複雑な気持ち。心が二つある。何してる？ここ井戸？ここ井戸じゃない？井戸そだれじよゃあそね。こに立って絶くれる対か井な。戸だよ。ここ、何の施設？これ井戸、いらなくなったもの井戸放り込むとかする？怖、怖、もう、すべてが怖い。この館のすべてが怖いよ。これ何してる？このごちゃごちゃ何の器具？怖い。全部一から説明して。これはなんかよくわかんない。この、ボビンみたいな机。これよく、酒場とかで見る。ここに、お酒で飲む。怖い、怖い。怖い。怖い、ルーサー。ルーサー大丈夫なんだよね、ルーサー？ルーサー？信じてるからね。本当にいいんだね。何してるの、これ。怖い。発電機ある？発電機ある？乗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 るよ！心を決めて！アリスと一緒に亡命するため、頑張る。頑張るさ。叫び頑張続けるかにはる。少々痛むぞ。痛みは感じないだろう。アンドロイドなんだから。宙に浮いた。逃げられない。怖い。怖い。怖いよ。どういうわけかは知らんが、何、どういうわけトラッか知カーらはん。変異ト体にラッなカるーとは、機能しなくなる変異体のになるがと見機つ能かしせなるくんなだ。る。どういうこと？つまりトラッカーを取り除く必要なんてあなないんた、だ。邪魔した！あでもさっき、なた、私のことその人は疑うべきではない。怖い！助けて！変異ル体はサ、助人けて！間アに持リちス、出し助難しけい。て！ひどい、このズラお前とらこ、の命ひどはい、何か助ぶっけを求こ。めてやロロコる。ロそコいロつしらてはやるか私らの仕な。事コロだ。コロするだけだ。じゃあ今三は半死期んだ間ろが狂う。いに狂うまでコロコロしてやるからな。リセットしないで。リセット、ガキがいたルーのだ。忘れてた。そいつは後で怖いんだ。何、そいつは後でどういうこと？やだよ、怖い。幸せなこと、やだ、助けて、アリス、助けて、ズラとこのクソ野郎め、奴はやばい。いつも同じ終わり方をする。め、必死なんだこけのど、野郎。お死ぬ前まので口に犬の記糞憶も詰め感て情やもるなかくら失な。定する。それ必で、死ぬまで親指、記手憶のも親指、両手の親指だけ縛って吊るし上げてやるか何らもしないな。ライスは。ええー、体、かわいそうなアリス。ママはもうお前のことをマ受け入マじれてゃるんないだ。もん。アリ息ス子ともは死ん友だと情かだよ。よ。アリス大離切さないな人な。け。こっっちちに来い。来い。こっちに来いじゃこっちなに来い。やめて。何する？何する？私のアリスに何する？噛むよ。
噛むだけじゃ済まない。何ずるい。絶対に許さないぞ、お前なんて。コロコロしてやる。OK。絶対にコロコロしてやる。三半期間が来るって、なんか、おえてなるまで。コロコロしてやる。ここから逃げる？ここから逃げる？どうやって逃げる？何したらいい？あ、私ガチャガチャしてる。これ押す。あと何ができる？あ、L1。先とショートさせる。どうしよう。何すればいいかな。青いケーブルなんてぽいだ。引っ張る。と何ができる。緑のケーブル届け。頑張れ。引っ張る。よし。大丈夫かな。あとは黄色のケーブルもあった。黄色いケーブル。掴む。引っ張る。ダメそう。初期化完了しちゃった。そんな、私選択間違った？そんな、から、私記憶喪失だから、からちゃんと救えなかったかもしれない。リビングでルーサーに会う。でもこの変異体は初期化して、変異体じゃなくするできるだね。へえ、それならさ、全部の変異体初期化しちゃえばいいんじゃない？思わない？そうやって。おいでアリス。おいでアリスしましたね、ここで。あ、にゃーちゃんがいますね。本物のニャちゃんの、うちのニャちゃんのことなんですけど、檻開けましょうか。じゃあ、いや大丈夫かい。記憶が消された。私も記憶消されちゃった。困ってる。そんな、まさか。何？思い出して、カーラ。カーラのこと知ってる。あの子のためにも。そう、カーラ思い出したい。そんなひどいこと、極悪ひどなこと知ってるだね。そうだね、やつが化け物だね。ちょっと怖ったい空間、怖ったい空間、その通りに怖ったい。自分が誰なのか思い出せ。じゃあ、私はカラ、私カラ知ってる。でもカラ、私カラ知らない。もうちょっと聞かせてね。私って何だったの？嫌になっちゃった。もうここに用ない。ここは見るできない。L1、 ひどいことする。腕取られてる。なぜ腕取ることする。もうずらとこずらとこ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 をコロ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 してやるんだ。すまきにしてコロコロしてやるからな。
そうだよ、あの時も鏡見てこんなことした。何の記憶か思い出してから、思い出してから、私が誰か思い出すのです。そう、ここも来た時見たでしょ、来た時見た。ここ呼び鈴鳴らしたの見たでしょ。開かなくなってるね、開かなくなってる。え、なんで内側から鍵解除できるでしょ。え、どういうシステムなの。セキュリティシステム重要なの。この服、私たちの服だよ。くつろぐがいい。そうでしょ、思い出してから。この初期化されてもちょっとメモリ残ってるっていうのは、完全初期化がされてないというか、魂が仮に変異体に宿ってるのだとしたら、魂が記憶してるものとして、え、記憶が持っていけ、残ってるんでしょうかね。はい、ルーサー、はあ、ルーサーね、ルサ、私のこと、ね、私のこと教えてよ。紙タバコだね。この時代電子タバコ主流なんじゃないかなって思うけど。安全な場所に行きたいから。そうだよ、ここでこういうお話しましたね。私の名前は。ズラトコ様の食事、これ食事って言わない、私これ食事っていうのずるい気がする。ずるいって何。あ、キリストですね。でも敬虔な信者というわけではないみたいですね。え、蜘蛛の巣張ってるし、ドクロ捧げてますから、なんか、うん、まあ、信仰心ないでしょうね。あと私何する。本いっぱいありますよね、こんな、素材みたいな本の素材みたいな革張りの本ばかり、ハードカバーばかりある。あとどこ行く、どこ行ける。 LHビリヤード、ビリヤードしてませんね。これ何乗せてるですかね。ビリヤード台は机じゃない、ビリヤードするためのものですから。ビリヤード台こんな風にされて、ビリヤード台もかわいそうですね。あと思い出せるもの？あ、そこなんかあったのかな？私取りこぼしてた？あのキロは何だろう？あ、こっちに持ってくのかな？私道普通に間違えてただけかな。あ、ここ大勝手口、外出れる、鍵かかってないね。はあ、いいこと知ったよ。あとはもうないかな、取りこぼしはね。ポテトチップスとドーナツとかだよね、これ食事。こんなの食事って言わない。もっとブリ大根とか食べろ。なんかある？なんもないね。2階に行くのかな。このダチョウさんだってさっき見たじゃないから、私このダチョウさんも見たよ、この人も見たよ、から思い出して。からの中のつくも神様頑張って。こっちでいいのかな。あ、ずれとこいた。ああ、あそこのテーブルの上に置いておけ。どこのテーブル？
手が滑って落としちゃったりしないかな。あ、ここか。ここだね。ここに置くだね。ここに置くじゃないか。え？そこのテーブル、どこのテーブル？そこのテーブル、どこのテーブル？そこのテーブル、どこのテーブル？何してる貴様。え、メス入れるの？アンドロイドにメス入れるの、なんか面白いね。工具とかじゃないんだね。あ、どこの机？ここの机？ほら、クッキーとか変なものばっか食べてる。せめてサンドイッチ食べろ。隣の部屋に持ってけ。なんか。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことコミコルみたいに見せて体験しといて逃げやがったっさ。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。はい、マスター。ルーサー、これはルーサー、隣の部屋に持っていく。お呼びですか。隣の部屋だと。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めると。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。そうですよね、10分後に子供連れてくる言ってるから、残り10分でか、アリス、アリスのこと見つけないといけない。アリスのこと見つけないといけない。アリスどこにいるかな。RN9 がある。あ、ここスタジオだった。ここずらとこいるとこ、ずらとこいるとこ行きたくないからこっち戻る。他調べるところは、あそこ行ける。あそこ何ある。あ、お、アンドロイドのクマちゃん、アンドロイドのクマちゃん、こんにちは。檻開けましょうか。はい、アンドロイドのクマちゃん、かわいいね。いい子だね。私もアンドロイドだよ。仲間だね。いい子だね。アンドロイドのクマちゃんも変異するんでしょうか。こっちは、あ、こっちずらとこの部屋か。あそこ調べてない。アレナインを観察する。アレナイン、あ、私の名前わから。アリス、アルエナインが引き金だった。アリスどこだ。アリスはどこだ。私極度の方向音痴、スタジオがどっちの部屋かわからない。あっち行ってみようかな。こっちは、こっちを廊下行く。こっちの部屋は？ここで何しているの？お、こんにちは。ご主人様が許可したのだ。ご主人様には逆らうな。そう、逆らってはない。何をしている？傷つけるつもりか？傷つけないよ。あなたこそ何している？そんなはずはない。アルス、あなた女の子を見かけてない？人間の子供か？いや、ああ、私は見ていない。見ていないか。本当？なんで今抜いたの？なんで今抜いたのかよくわかんないけど、まあいいや。ご主人様に逆らうな、だから私の敵になりうるから。あれ、これさっきの部屋戻ってきたね。さっきの部屋戻ってきたよ。廊下続いてた。
地続きの部屋だったね。ここ、ここ行ったから、あ、ルサ、開けるよ。アリスどこ?アリスここにいるかな?アリスどこにいるかな?アリスどこにいるか?あ、やばい、失礼。これ読んでる場合じゃない。アリス見つけないとこれ、時間止まってるかな?時間止まってるといいんだけどな。時間止まってると思う?今が8分52だね。読むするか?読むしてみようかな。8分52。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。8分52から。あ、動いてますね。8分48になってる。でも8分52から4秒しか経ってないね。ってことは雑誌読んでる間止まってる可能性ある。じゃあ雑誌読もうか。はい、高まる北極圏の緊張。アメリカの戦艦が攻撃を受ける。国連が第3次世界大戦勃発を警告。ワレン大統領、支持率 33% に、高まる北極圏の緊張。ロシアの空母が北極圏を巡回していたアメリカの巡視船に発砲し、これを受けアメリカの船舶が反撃したとの情報が入った。両船ともに損害は報告されていない。これは完全なる攻撃ですね。交戦ですね。よくないことですね。ボレン大統領は先日交代する、氷の殻ってなんて読む教会から貴重な功績を掘り出したことに言及し、北極圏におけるロシアの決断を国際社会を脅かす犯罪行為と非難した。アメリカの人とか海外の人、演説するとき強い言葉使いますね。日本人の偉い人、曖昧な言葉しか使いません。絶対にやるぞってたまに言うんですけど、絶対にやるぞって言ったものほど絶対にやりません。またロシアのアレチャム・イワノフ首相を危険人物と決めつけており、多くの外交専門家がもはや武力衝突は避けられないだろうと指摘している。そうですね、そうなのかもしれません。アンドロイドが頭脳を変える。機械との会話が生む深刻な問題。サイバーライフが1ドル企業に、1ドル企業って、日本円だと何兆ドルですか?世界人口100億に到達、すごいですね。アンドロイドが頭脳を変える。機械の会話が生む深刻な問題。大半の人は人と話すよりも、アンドロイドやスマートフォン、タブレット、娯楽機器に話しかけてる時間の方が長いだろう。ああ、なるほどね。そうかもしれないね。さっきの研究で、命令型コミュニケーションと呼ばれるこのような会話で、人々や説得やユーモアや親密さの代わりに、指示や命令のみを表現していることが分かった。ああ、そうだね。機械に何かお話しするとき、友達に話すような感じで話さない。何々してとか、何々しろとか、そういう指示ばかりするから、命令的な言葉ばかり使うようになる。これわかりますね。さらに日常会話の変化が脳の機能にも影響する可能性がある。例えば、古書技術には使用不足が原因の衰退が認められるという。なるほど。自分の主張しか言えないから、故障の材料とかを引き出す脳がないってことですね。これは特に若い世代が思春期特有のソーシャルスキルの欠如を助長するためだ。若い世代は学校行かないですか?スクールで、友達とお話とかしてたり、
配信サイトとかで、お友達とお話ししてたり、ゲームでもゲームしながらお友達と通話したりとかしないんですかね。この研究では若者の脳内ではコミュニケーション時に活発になる部位が非常に異なることも解明されていた。多くの企業は近年他者を動かし説得するスキルを持つ大卒者を見つけるのは難しいと不満漏らしている。だがこの人々、特に若者が機械と過ごす時間は増え続けており、この状況が改善される見込みはない。まあそうですかね。それこそ学校の役割を思いますけどね。もっと人間たちだけで作るコミュニケーションの場、キリスト教圏なら日曜学校ありませんですか？日曜学校あったら、神父様や牧師様の説教を聞くこともコミュニケーションの一つじゃないですか？その後の懇談会みたいなので、人間同士のコミュニケーションあると思いますけど、そういう、キリストの教会とかの集まりにも礼拝にも行ってないっていうことですかね。どういうことなんでしょう。まあそうですよね、若者なんてお説教すごく難しい、めんどくさい、煩わしい、行きたくないものかもしれません。もっと趣味のコミュニティがあればいいんじゃないですか？それほど深刻なんですか？どう深刻なのかまだ想像がつきませんね。常にアンドロイド隣にいて話しかけるの、命令系で話しかける、命令系で話しかけるアンドロイド、それ遂行する。だから自分の思った通りに相手が動いてくれるのに慣れちゃってるから、人間相手にこれしてって言っても嫌だって言われた時どう対処すればいいかわからないということですよね。普通にコミュニケーションの場増やすしかない。あとは、私が小さい頃のテレビのゲームでなどいうものありました。あのバカバカシフシュのようなもの、のアンドロイドでみたいなのを作る。いやでも私だってのテレビのゲームでバカバカシを持ってましたから、のアンドロイドデイなんて作ってもバカバカしい思うだけですよね。家族間のコミュニケーションとかないですか？そうですか、そうですよね。お母さんが子供に何かしてて頼むよりもアンドロイドに何かしてて頼むことの方が普通ですよね。だからお母さんが子供に何かしてって言って子供が嫌だよって言ったとき、お母さんも困るみたいな。そのとき子供が嫌だよって思ったとき、どうしてあなたは嫌だよって思ったのっていう、お父さんお母さんの家族間のコミュニケーション必要かもしれませんね。そしたら嫌だよって思ったのはどうして、でも私はこれやってほしい、そしたらあなた何したらやってくれるみたいな、そういうのをアンドロイドで作るとかはいいかもしれないですね。はい、これで初めからバラバラにしておきゃよかった。あ、やば、あ、やばですかね。今度こそ逃げられないぞ。子供を連れてきました。よし、それじゃあどうしてやるかな。あれ、全然時間止まってなかったでしたか？やっちまいましたか、私。やば、時間止まってなかったかもしれない。おほおほ、あー、これどうなるですかね。
これもしかしたらやり直していいですか？やり直していいですか？これ次次第でやり直していいですかね？ちょっと待ってくださいね。あ、待って、さっきのところで止まりたかったコナちゃん見ながら、じゃあおしまいにしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。